ギオルギ8世は15世紀バグラティオニアサの王。最初は父アレクサンドレ一1世の共同王、続いてニーバフタング4世及びディミトリ3世の共同王としてジョージア王国を統治し、1453年から1465年までは単独のジョージア王であった。即位時にはすでに内戦によって王国の分裂に巻き込まれており、政敵に敗れた後は、 ジョージア東部カヘティのみが支配地として残り、1466年にカヘティ王国の王ギオルギ一世として即位した。ギオルギの父はジョージア王アレクサンドレ一世の第三王子として誕生。ギオルギの母親はイメレティ王アレクサンドレ一世の娘タマルであった。ギオルギは兄たちと共に王宮で教育を受けた。ギオルギの名は1417年以降の王室の 文書に王子として登場している。ギオルギの名は1417年9月29日、1419年9月22日、1424年1月6日、1427年、1428年1月21日の直居上に父親と共に記載されている。ただし、王室の一部文書では同期間で兄弟の名が記載されているにもかかわらず、 ギオルギの名が登場しないものも存在している。父アレクサンドレイ世は1431年にロリ地方を奪うなど、その治世中に多くの成功を収めた。アレクサンドレイ世は、ジョージア王国の中央集権化を進め、ジョージア正教会に対する王権の支配強化を試み、将来のカトリコスとしてまだ幼い第四を応じ、ダビドを教会に差し向けた。 ギオルギは1433年以降、父の決定により、共同王の地位についていた。1430年代、アレクサンドレ一世は、ジョージア王国の中央集権化を進め、反抗的な、トビリシの大領主を罰する等の統治を行った。アレクサンドレ一世は、多くの貴族の領地を没収し、1433年に、息子4人、第一王子、バフタング、 第二王子ディミトリ、第三王子ギオルギ、第五王子ザールを共同を落とし、王権の一部を委ねることを決定した。歴史学者キリル・トゥマノフによると、アレクサンドレ一世は東ローマ帝国の体制に触発されて、息子たちと権力を分かち合い、王国の日常の管理を息子たちに任せたとしている。この説は、18世紀に王家に質問を行った。 バフシティ・バグラティオニによって大部分は否定されていた内容である。アレクサンドレ一世は王国の軍事的拡大とともに数世紀にわたる戦争によって破壊された多くの都市の復興を支援した。ジョージア王国の共同王としてギオルギはローマ教皇エウゲニウス4世による二つの公会議、1438年のフェラーラ公会議、1439年のフィレンツェ公会議、 2ジョージア王国の代表員を派遣した。アレクサンドレイッセイは、息子たちが二つの公会議に参加し、サメグレロ公国及びサムツヘ公国の関係について、バランスを調整するよう指示した。当時サムツヘ公国は独立のため東ローマ帝国の支援を受けたいと考えていた。1439年、アレクサンドレイッセイは重病になり、息子たちが、 王国の管理を担当した。医者の間では助かる見込みは薄かったものの、1440年に健康を回復した。だがこの時、王国内の権限は、アレクサンドレ一世の手に負えないものとなっていた。影響力のある貴族たちは、王国の分裂を推し進め、4人の王子たちはそれぞれ独立して動き、アレクサンドレ一世の命令に従うことを拒否した。この分裂によって、 王国評議会は黒羊朝のジャハーアンシャーによる侵入を防ぐ戦略を決議できなくなるという深刻な事態に直面し、結果として2000人近いジョージア人が虐殺されることとなった。息子たちの野心により王国を支配できなくなったアレクサンドレ一世は1442年に退位、修道院に隠居した。アレクサンドレ一世は退位の直前、 アレクサンドレ一世の弟バグラトの娘であるネスダレジャンとギオルギとの結婚式を取り仕切った。トビリシにあった王冠は第一王子バフタングに委ねられ弟のディミトリ及びギオルギと共に王国を共同統治した。最も若い大公王子ザールはその後の歴史から姿を消している。アレクサンドレ一世は1446年に崩御したジョージア王のレリーフ。 左からコンスタンティネ一世、アレクサンドレ一世、バフタング四世、ギオルギ八世、アレクサンドル一世の退位後、バフタング四世は、長の王として、後を継いだ。この称号は、バフタング四世の弟よりも優先権が高いことを示すものであった。その一方、ディミトリ及びギオルギは、王国の特定地域における王権を保持したままで、 あったが、彼らの称号を示す明確な資料は残されていない。歴史学者のキリル・トゥマノフとドナルド・レイ・フィールドは、ディミトリとギオルギについて、王としての任命は維持されたままであるとしているが、ジョージア年代記は彼らを、ムタバリとのみ記述している。歴史家、バフシティ・バグラティオニによると、ギオルギが2位バフタング4世によって、共同王の地位にあったのは1445年。 までであるとしている。またバフシティバグラティオには、総主教アントン一世による、歴史についての談話において、バフタング4世の治世中のギオルギに言及があり、王国の大部分を支配したと述べている。カヘティ、チャリアカキといった小国を持つ、ヘレティ、現在は、ハジチャラビーが統治している、石首都シャマフに置く、シルバンがあり、バフタング4世は彼に、王の称号ではなく、 ムタバリの称号を授けた。19世紀の作家で、ジョージアの王族でもあるダビト・バクラティオニによると、バフタング4世は、ギオルギに対して、カスピ海のデルベントを含むコーカサス北東部を、領土として割り当てたと記述している。一方で、バフシティ・バグラティオニは、ギオルギの領土について異なる表現をしている。北は、シスコーカサス。西は、アラグビ川から、リロ山、南は、 ムツクバリ川、東はカスピ海。ディミトリはバフタング四世とジョージア西部及びカルトリを共同統治していた。バフタング四世の知性は短く、子供を残すことなく1446年12月に放御した。謎めいた状況ではあったが、おそらくバフタング四世の意志に従い、ギオルギが王冠を継承することとなった。弱いディミトリはジョージア西部に追いやられた。 なお18世紀に書かれたジョージア君主に関する公式年代記では1452年までディミトリを正当な王として認めている。またいくつかの王室文書にはギオルギ発生の治世が1446年12月25日に始まったことを示すものがある。当時のジョージア軍は1444年のトゥルク人進行を撃退したことにも示されるように、 アレクサンドレ一世の改革依頼協力のままであった。ギオルギ発生の外交活動から当時は王の権限により7万人を召集することができたと推定されている。この20年後、4万人のトゥルク軍が国土を荒廃させることになるが、この当時は強大な軍事力を有していた。この力はオスマン帝国によって包囲されつつある聖教会の世界では、 戦略的に機能した。1451年には、東ローマ帝国の外交官、ゲオルギウス・スプランツェスが、皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスの記載となる人物を求めて、ギオルギ八世を訪問した。ギオルギ八世は、娘のマリアムを東ローマ皇帝に嫁がせることには同意したが、金銭的な詳細で衝突が発生した。 東ローマ帝国は持参金を要求したが、ジョージアは伝統として花嫁にふさわしい価格を要求することから、ギオルギ発生は交渉において東ローマ帝国の村を求めた。最終的にギオルギ発生は5万6千ルカートと宝石、高級家具、儀式用の衣服、そして毎年3千ルカートの年金を東ローマ皇帝に支払うことで合意した。 この金額は、ジョージアの経済を台無しにする可能性があった。また当時、オスマン帝国は、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを包囲する、準備を始めていたが、東ローマ帝国と手を組む、可能性のある潜在的同盟国は早めに排除、したいと考え、1451年に、アブハジアの海岸を吸収資源地のジョージア軍に、壊滅的な打撃を与えた。 1453年、オスマン帝国がコンスタンティノープルを攻略して、東ローマ帝国を滅ぼした。ギオルギ8世の娘マリアムがトビリシを出発する前に、東ローマ帝国が滅亡したことで、この結婚プロジェクトそのものが消滅した。ギオルギ8世は即位以降、独自の軍事力を保持し、外交政策を展開している、サメグレロ、グリア、 サムツヘといった力の強い広告の独立主義に直面することとなった。ギオルギ発生は公式にはジョージア全土の統治者として国を治めたが、実際の支配はカルトリに限られていた。1447年、サムツヘ広告において、アタベグのアグブが2世に対し、弟のクバルクバレ二世が反乱を起こし、内戦が勃発した。ジョージア王国は、 アグブガ2世を支援した。アグブガ2世は、トビリシに避難し、1451年に没するまで、ギオルギ発生によって、サムツヘの領主として認められ続けた。アグブガ2世の死後、ギオルギ発生は、クバルクバレ2世の最小の説明を聞き入れ、クバルクバレ2世にアタベグの称号を認めた。ただし、ジョージア王国とサムツヘ公国の緊迫した関係を、改善するには至らなかった。 当時自治領主として統治していた、クバルクバレニセイは、独裁的な統治者として、ジョージア王国から完全に独立する方針を取った。クバルクバレニセイは、バルジアと王領を奪い、キリシャ正教会の不主教の助けを借りて、エルサレムとアンティオキアから聖職者を招聘し、サムツヘ正教会を、独立正教会として宣言した。そして、ギオルギ発生及び、 ジョージアのカトリコス総主教ダビート四世の名が祈りの言葉から削除され、クバルクバル二世は、アツクリの主教を総主教に少女させた。この動きに対して、ダビート四世は、サムツヘ聖教会を認めたすべての司祭を破門し、地元のジョージア人に対して、サムツヘ聖教会に接触しないよう指示した。サムツヘの司祭らは、財政難を恐れ、アツクリの主教は、 独立性教会を設立する動きから身を引き、再び、ムツヘタの主教として助任された。独立を目指す、クバルクバレ二世にとって、これは戦略的敗北となった。1452年、または1453年、ディミトリは狩猟中に、馬の事故で死亡した。これにより、ギオルギ八世は、ジョージア唯一の君主となった。ディミトリの息子コンスタンティネは、 ギオルギ発生の保護下に置かれ、兵学の教育が施された。不安定な平和、ディミトリの死後、ギオルギは、ジョージア唯一の王に君臨した。ギオルギは、ジョージアの君主としての伝統的な称号、アブハズ、カルトリ、アラン、カヘティ、アルメニアを滑る二つの玉座と王国の主であり、主権者である将の王、ニムロドの子孫たるシルバンにして、シャーハンシャーを有した。 ギオルギ八世の戴冠式は、宗教上の首都であるムツヘタで開催された。弟であるカトリコス総主教ダビト四世によって、祝福を与えられ、式典には全ジョージアの主教たちが出席した。ギオルギ八世は、その後、ジョージア西部の貴族たちと同盟を結んだ。1455年には、野心的な考えを持っていた重邸のバグラトをサモカラコのエリスビに任命し、 イメレティの支配権を与えた。ジョージア唯一の王となったギオルギ発生がまず直面したのはカスピ海地方でイスラム教徒を領民とするシルバンでのジョージアの風神の反乱であった。地元のシルバンシャーであるカリルラ一世は独立国となることを目指しジョージア王国への徴攻を止めた。 ギオルギ発生はシルバンを軍を送り込み、カバラを包囲して、ジョージアの下に戻るよう強制した。この結果、シルバンは王国に敬意を表し、再び従属した。1456年、白洋アサスルタンのウズンハサンが初めて、ジョージア王国に侵攻、ソムヒティを破壊し、オルベティ城塞を包囲した。地元の領主は、ウズンハサンへの服従を申し出て、援助を行ったことから、 その領地は、侵攻から救われることとなった。ウズンハサンは、その後、カルトリを壊滅的な状態にし、ムフラニの町を占領した後、自国へと帰還した。十字軍の準備強行ピウス二世は十字軍遠征プロジェクトを支援した。コンスタンティノープルの陥落により、ジョージアはヨーロッパとの交流から隔絶されることとなった。ヨーロッパは、 新たな地政学的問題に直面した。オスマン帝国の目フメと二世の権力の台頭は、ヨーロッパのカトリックによっての新たな共通の敵を生み出す可能性となった。ジョージアを取り巻く状況の劇的な変化は、ジョージアの王と貴族が団結せざるを得ない状況を作り出した。そして1459年、ジョージア王国とサムツヘは、急戦協定を締結した。 ギオルギハ世セイは、その後、イスラム世界に反発し、十字軍の中心となって反撃する機会を伺った。1452年、教皇ニコラウス5世は、オスマン帝国からコンスタンティノープルを奪う計画を立ち上げたが、1455年4月に教皇が死去したことで、この計画は終了となった。1456年、カリストス三世の教皇特使。 ルドビコダ・ボローニャがジョージアを訪問し、ジョージア王国とジョージア正教会に関する包括的な報告書を作成してローマに提出した。ボローニャは報告書において、住民の経験さと地域の内戦によって引き起こされた深刻な状況を強調した。この報告の後、教皇庁は施設の派遣をギオルギ発生に要請。年月、 新教皇ピウス2世は、オスマン帝国に対する十字軍遠征を主張した。1459年11月からは、ギオルギ8世、クバルクバレ2世、ピウス2世、ベネツヤのパスクアーレ・マリピエロ公、ブルゴーニュのフィリップ3世以降の間での定期的な情報連携が始まった。ギオルギ8世は十字軍計画の一環として、合計12万人の兵士を動員することを約束した。 内訳は、ジョージア本国から4万人、ジョージアの保護下にあったトレビゾンド帝国から3万人、アルメニアから2万人、サムツヘから2万人、サメグレロから1万人であった。その他、クリアからの支援として、アナコピアの港から船舶30隻が想定され、また白洋町のウズンハさんが、オスマン帝国の都市ブルサの領有権を主張していた、ことから文献隊の派遣も期待された。 ジョージア王国による十字軍の想定計画は、ジョージア軍がアナトリアへ進行、クバルクバレ二世の部隊がパレスチナに向かって前進し、ヨーロッパの諸国はギリシャで別の戦線を開くというものであった。1460年、トビリ市のニコラス主教とサメグレロのカサダン・カルチハンが、ジョージア、アルメニア、トレビゾンド、ペルシャの各国施設を連れてヨーロッパに向かい、 ウィーンで神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世と会談した。続いて施設団はベネツヤを訪問して議会の歓迎を受け、フィレンツェではカトリック評議会に出席した。そして施設団はローマで教皇ピュース2世と会談した。この時ピュース2世はギオルギ八世をペルシャの王サモカラコのバグラトコをイベリアの王と呼ぶ間違いを起こしている。ローマにおいて 強行ピウス二世は、軍事援助を確保するため、ヨーロッパ全土に施設を送った。四百六十一年五月、施設団は、フランス王シャルル七世との会談のためパリに移動したが、シャルル七世は病床に付しており、重要な決定を下すことができなかった。サントメールで、ジョージアの施設は、ブルゴーニュのフィリップ三世以降と会談したが、フィリップ三世は十字軍遠征によって、 不在となった場合の公くらいの行方を恐れて十字軍への参加に消極的であった。ヘントではブルゴーニュの貴族の代表と会談を行ったが戦争による利益で彼らを納得させることはできなかった。8月11日、施設団はフランスのルイ11世の戴冠式に出席するためパリに戻ったがルイ11世は フランス国内の問題に直面しており、いかなる軍事作戦にも参加することを拒否した。ヨーロッパ諸国の君主たちが参戦を拒否したことにより、十字軍の計画は失敗となった。ジョージアの施設は帰国し、次の言葉を述べた。時期を得ることができなくば、ヨーロッパは、ウィンモンで、トルコ人を見ることになる。トレービゾンドの崩壊アポロニオディジョバン2作。 トレビゾンドの征服隣接するトレビゾンド帝国はコンスタンティノープルの陥落後の東ローマ帝国最後の拠点であった。ギオルギ八世の祖先であるタマルの支援を受けて1204年に国会沿岸で建国されたこの国はジョージア王国にとって最も近い同盟国の一つであった。ギオルギ八世の妹と結婚したヨハネス四世は 青年期に両親と対立して、ジョージアへ逃れ、ジョージアの王宮で暮らしていた。ギオルギ発生は、ヨーロッパ諸国との連携において、トレビゾンド帝国の軍は次の十字軍に参加する、ことを約束した。ジョージア王国とトレビゾンド帝国の密接な同盟関係は、東ローマ帝国を征服した、メフメト二世にとって、不愉快なものであった。 コンスタンティノープルと同じ運命になることを恐れたヨハネス四世はギオルギ八世に軍事的援助を求めた。オスマン帝国はトレビゾンドの街が複雑な城壁によって堅固に守られていることからジョージア王国の艦隊が出動してしまえば帝国の首都を救うことができてしまうと理解していた。オスマン帝国に仕えたコンスタンティン・ミハイロビチはギオルギ八世に脅しをかけ、 ギオルギ8世がトレビゾンドの支援に動くのを妨害するために、メフメト2世がジョージアに侵入したと述べている。オスマン帝国は、リオに川とシスコーカサスの山々まで前進し、クタイシを攻撃する可能性を示した。1460年9月14日、ジョージアの施設がまだヨーロッパにいた間、メフメト2世はトレビゾンドを包囲した。ヨハネス4世の後を継いだ。 トレビゾンド皇帝ダビドは、隣接する同盟国からの助けを待ち続けたが、とうとう1461年8月15日に、トレビゾンドは降伏し、東ローマ帝国系の最後の王朝として、存在していたトレビゾンド帝国は滅亡した。ミカエル8世、パレオロゴスによるコンスタンティノープルの再征服から、ちょうど200年後の出来事であった。皇帝、 ダビドの妻エレナ・カンダクジノスは、メフメト2世の怒りから逃れて、ジョージアに避難した。数年後、ダビドの唯一の生き残りの子、ゲオレディオス・コムネノスが、コンスタンティノープルの牢獄から解放され、ギオルギ発生のもとに避難した。イメレティの反乱ギオルギ発生の時代の、ジョージア王国の反とジョージア国内の一体性は、ギオルギ発生の施設団の失敗によって消滅した。 サムツヘ公国のクバルクバル2世は、形式上は、ギオルギ発生の進化であり、同盟者であり続けたが、サモカラこのバグラト公をそそのかして、反乱を促すようになった。バグラトは、バグラティオニアサの継承権を有しており、1401年にイメレティ王国の王コンスタンティネ2世が倒され、イメレティがジョージア王国に吸収された後、 コンスタンティネ2世の冒険の筆頭となるのがバグラトであった。そしてバグラトはイメレティの王としての継承権を主張した。バグラトはギオルギ8世の重帝であり、イメレティの貴族はバグラトの独立主義を疑問視していたものの、ジョージア西部の貴族からの期待は高かった。バグラトはサムツヘ公国に加えてサメグレロ公国のリパリと一世イタディアに、 グリア公国のマミア・グリエリ、そしてアブハジア公国とスバネティ公国と同盟を結び、ジョージア王国への納税義務から解放することを約束した。そして、バグラとの反乱軍は、ジョージア西部の貴族たちと共に、イメレティ全域で大多数の城塞を占領した。ギオルギ発生は、サモカラコ公国の廃止、介入することを決定した。1463年、ギオルギ発生は、 リヒサム役を超え、サムツヘ広告に軍事支援を求めた。ギオルギ発世はサムツヘの忠誠心を確信していた。クバルクバレ2世も軍を率いてイメレティに入ったが、戦闘地域から遠い場所に陣営し、どちらが勝者になるかを様子を伺った。この動きは独立派への直接的な援助であるとみなされている。1463年8月。 ギオルギ発生の王国軍は、バグラと率いる、反王国の貴族連合と衝突し、王国軍の決定的敗北で終わった。ギオルギ発生は、カルトリに撤退し、忠誠が不十分と思われる貴族を厳罰に処した。バグラとは、ジョージア西部で最大の都市、クタイシを奪い、サメグレロ、グリア、アブハジア、サムツヘ、スバネティの上級貴族の前で、 バグラト2世としてイメレティオに退官したが、その権力は盤弱なものではなかった。地掘りの戦いは、ジョージア王国の崩壊の始まりを示していた。ジョージアの王が、その後、ジョージア全土を支配することはなかった。サムツヘとの戦争ギオルギ八世と、クバルクバレ2世の最後の戦いは、パラバニコの近くで行われた。サムツヘ王国のクバルクバレ世は、 ジョージア王国から独立する計画を再び開始した。クバルクバレ2世はギオルギ発生への宣戦線布告の前にアハルツィ兵で独自の通貨を駐造した。この通貨は法令でメペと名付けられた。クバルクバレ2世は白羊町ウズンハサンの助力を得て1462年にギオルギ発生を破ってロリ地方を占領した。この攻撃中、 白羊朝がサムズヘを荒らし回って破壊、略奪を繰り返したことからギオルギ八世はクバルクバレ二世に抗議の意を示した。クバルクバレ二世に敗れたギオルギ八世への報復を決意した。アタベグであったバグラト二世がイメルティオーとして退官したことを知らされたギオルギ八世はサムズヘに侵攻した。サムズヘの初期族はクバルクバレ二世の独裁的な統治を恐れ、 ギオルギハッセイは、地元のほとんどの貴族から指示を受けた。イメレティナ・アタベグは一時的に、バグラと二世と共に避難することを余儀なくされた。ギオルギハッセイが領地を不在にしたことで、ウズン・ハサンがジョージアに向かうための道が開かれた。ウズン・ハサンは1463年に、将軍、タブリーズ・グイラックとティムールを派遣し、カルトリを破壊、略奪した。 ギオルギ8世の軍は侵略者に向かって急ぎ反撃を、下が敗北し、その結果テュルクビトがジョージア東部を荒廃させた。王国は状況をコントロールすることができず、東部領地のシルバン、アラン、モバカンは王国の支配を離れた。その間クバルクバレ2世はバグラト2世の軍と共に領地を回復するためにサムズ兵へと向かった。アハルチ兵を奪還後、クバルクバレ二世は サムツヘの貴族たちを厳罰に処し、敵に回った貴族を処刑した。ザザ・パナスケルテル・ツツ・シビリは、ジョージア王国に避難し、王室顧問となった。クバルクバレニセイは、グリア公国のマミア・グリエリ公の助力を得た上で、忠誠心のない貴族の領地を取り上げ、代わりにアチャラとチャネティを与えることで、ジョージア西部の結びつきを弱めることを狙った。1465年。 ギオルギ8世は暗殺未遂に遭い、停心をタむゼドゲニゼが狂人に倒れた。ギオルギ8世はゼドゲニゼの献身に敬意を表し、ゼドゲニゼの息子たちに貴族の昇進させ、カルトリの多数の城塞とゴリの網羅ビの地位、そしてカルトリの大元水の称号を与えた。この事件の後、ギオルギ8世はアラグビ広告と同盟を結び、 再び、サムツヘに進攻することを決めた。ギオルギ8世は2回目の暗殺未遂と、クバルクバレ2世との交渉失敗を受け、その翌日に、パラバニコで衝突した。戦いは、ジョージア王国軍が勝利したが、バグラト2世は、クバルクバレ2世の衛兵に包囲された。バグラト2世は生き残った従者と共に、クバルクバレ2世の衛兵に拘束された。 ギオルギ発生の老いコンスタンティネ2世は、補修から逃れ、ジョージア王国軍を指揮したが、クバるクバれ2世がゴリを包囲する前に、北へ逃げることを余儀なくされ、その後ジョージア西部へと逃れた。ギオルギ発生は、アハルツヘに投獄され、ジョージアの王としてのギオルギ発生の治世は、終わりとなった。ギオルギ発生による、不国分王国の中心となる存在がいなくなったため、 王国は深刻な状態まで悪化した。ギオルギ8世が捕獲され、コンスタンティネン2世もジョージア西部の逃れたため、王位は空席状態となった。ギオルギは1466年初頭まで、クバるクバれ2世の人質となり、サムツヘに拘束された。1466年2月、イメレティオー・バグラト2世は軍を率いて、トビリ市に入場した。バグラト2世は、 カトリコス総主教ダビト四世に農村を献上し、ギオルギを人質とした上で、バグラト六世として、ジョージア王に退官した。バグラト六世は、カヘティの反抗的な地域を除く王国の大部分を支配し、リドエティの貴族、ダビトをカヘティの領主として任命した。クバルクバレ二世は、バグラト六世の台頭を支持したが、一方で新たなジョージア国王の力が増加することを恐れた。 サムツヘ公国にとって王国の安定は誰が王位についているかにかかわらずジャケリケが独立を狙う上での脅威となった。サムツヘ公国のアタベグはギオルギ発生との交渉に合意した。ギオルギはサムツヘ公国の反逆を許しアハルツヘの自治権を保障しギオルギのみの自由と引き換えにジョージア西部の統治権主張を止めることを約束した。当時ギオルギは トビリシでネスタンダレジャニと結婚していたが、ギオルギは、アタベグの娘である、タマルジャケリとの結婚を余儀なくされたという説もある。ギオルギは、サムツヘ広告で軍の責任者となり、え、1466年にカルトリへの侵入を、試みたが、ギオルギの復権を恐れた、地元貴族らによる強い抵抗にあった。カルトリで敗北したギオルギは、アタベグ。 ジョージア東部の地域においてギオルギはカヘティやヘレティの中小貴族から指示を受けた。これはかつてギオルギがカヘティを治めていた時の功労によるものであった。その後ギオルギはディドエティのダビトに反抗した。ダビトはバグラト6世による軍事的支援を受けたが敗北し、ギオルギはダビトオカヘティの山岳地帯に追放した。ギオルギは 権力強化のため、カフェティにとどまらざるを得なくなり、戦いを継続することができなかった。サムツヘ公国のアタベグは、公国に戻って、独立を宣言した。ギオルギが、カフェティに止まったことで、ジョージア王国の分裂は、深まることとなった。分裂後のジョージア王国ギオルギは1466年、ジョージア東部における宗教の中心地、ボドベ修道院にてカフェティの王に退官し、 ギオルギ一世として、12世紀に滅んだカヘティ王国を復活させた。だが、ギオルギ一世の王権はなかなか認められず、山岳地帯に追放したリドエティのダビートカラワミを自由にすることと引き換えに王として承認されたが、カヘティ北部はジョージア王国に服従し続けることを対外的な立場とした。そのため、ヘブスレティ、トゥシェティ、プシャビは、 ギオルギを単なるカヘティの領主とみなしていた。これらの領主は、後に、ギオルギー一世が、ジョージアをバグラト6世と合意を取り交わしたことで、名目上、ギオルギー一世の支配下に入った。ギオルギー一世は、カヘティの独立という、考え反抗する、上級貴族らに直面したことから、農民階級から、村単位の少領主、そしてかつての敵であったジョージアをバグラト6世と、 同米を結んだ。バグラト6世は1467年頃にカヘティ王国を独立した王国として承認したが、その引き換えとして、ジョージア王国の王位を主張するコンスタンティネ2世との紛争における軍事提携を結んだ。ギオルギー1世とバグラト6世と共にカルトリを侵攻し、コンスタンティネ2世を王国の中心部から追い出し、 バグラト6世がトビリシと王冠を奪還することを支援した。バグラト6世は、その後、カヘティで抵抗する貴族を捕らえ、ギオルギ一世の権力固めを支援するため、ジョージア王国軍の文献隊を派遣した。アラベルティは、ギオルギ一世の地世において、カヘティ王国の宗教上の使徒となった。1470年に、ディドエティのダビトを大いにつかせようとする反乱があり、 ギオールギ一世は、貴族の権力を終わらせるためにカヘッティの統治システムを改革することを決意した。ギオールギ一世は、ハンジチの広告を廃止し、キジキ、エリセニ、ツケティ、ディドエティ、チアウリ、シルダ、クバレリ、マルツコピ、グレミ、パンキシといった県を設置した。各県には国王によって任命されたモーラビが置かれ、モーラビは税金を徴収し主とグレミに報告する、責任を負った。 これらの知事は定期的に置き換えられ、世襲による貴族の力を廃した。その後、ギオルギー一世は、軍事組織の改革を行い、王国をサドロショと呼ばれる四つの地区に分割した。各地区では、国王が任命した司教が軍隊を率いた。軍が世襲貴族によって率いられる、ジョージア西部とは大きな違いとなった。また、ギオルギー一世は、 アラベルディ修道院の修道院長を主教の地位に引き上げ、主教区を提供し、彼を他の地域の主教たちの長とした。カヘティはジョージア正教会の権威を認めていたが、ギオルギ一世の改革により、カヘティはカトリコス管轄区の自治正教会となった。ギオルギ一世はカヘティ王国の首都をグレミと定めて、都市の拡大及び強化を図り、 ヘレティについてはその名前と自治権を廃止した。これら一覧の改革により、カヘティ王国内では平和と安定を数十年にわたって維持することに成功し、カルトリとイメレティが18世紀まで対応に苦しむことになる反抗的貴族による諸問題を排除した。カヘティは白洋町のペルシャと国境を接しており、カヘティを取り巻く国際情勢は複雑なままであった。 白陽町のウズンハサンはすぐにカヘティ王国へ侵入し、ヘルキ、サグラモ、マルツコピ、ティアネティを次々と破壊した。ギオールギ一世は平和を確保するため、ウズンハサンを創始国として認めざるを得なくなり、男女の奴隷を毎年収めなくてはならなくなった。1470年代、ティルク人がこの地域を荒らし回った時、隣国カルトリは援助を申し出たが、 ギオルギ一世はこれを拒否し、外交手段を通じて、王国の平和を確保した。バフシティ・バグラティオニによると、ギオルギは、ジョージアの他の地域を征服することを試み、人生の残り数年間を費やしたが、その願いが叶うことはなかった。ギオルギは1476年に死去した。具体的な日付は不明である。カヘティの王冠は、 ギオルギ一世が1460年以降に共同王として指名していた第一王子アレクサンドレ一世に継承された。スベティツホベリ大聖堂のフレスコ画に描かれたギオルギと長男アレクサンドレギオルギ八世に関する研究において彼の家族に関する情報はジョージアの歴史学における議論の対象となっている。現代にある資料ではギオルギ八世の王妃として二つの名前。 タマルとネスタンダレジャンが登場している。1453年8月7日付の直居上には我々の王妃、諸王妃の女王、タマル王妃の記載があり、彼女は少なくともギオルギ八世の子供のうち何人かの母親である。1458年、1460年、1463年の王室文書にはダリア王妃と ギオルギ発生の長男アレクサンドレノナが記載されている。ケー学者キリル・トゥマノフは、タマルとネスタンダレジャンは同一人物であり、ギオルギの十枚であり、オジバグラトの娘であると述べている。トゥマノフによれば、複数の名前を持つことは、ジョージアの上流階級では一般的であるとされる。ジョージアが複数の文化を持っていることに由来し、 タマルはヘレニズム・キリスト教の文化の名前であり、ネスタン・ダレジャンはイラン・コーカサスの文化の名前である。だが、他の歴史家はジョージア年代記の言い伝えに従い、ギオルギセ世が二度の結婚をしたと考えている。ドナルド・レイ・フィールドの説では、タマルはギオルギセ世の二番目の妻であり、サムツヘコー・クバルクバレ2世の娘であり、ギオルギセ世が クバるクバれ二世によって投獄された際に強制的に結婚させられたとしている。また、タマルの長男で、多い継承権のあったバフタングの失踪に関する王室文書の時代のズレについても説明している。その他、ダリア王妃は2番目の妻であり、カヘティオアレクサンドレ一世の治世中に、王太后の地位を与えられたという説もある。いずれの説についても、カヘティオアレクサンドレ一世が、 ギオルギ発生の長男であり、ダリアの息子であることを示す、確定的な証明には至っていない。ギオルギ発生には、少なくとも次の子供がいたと考えられている。金釣り市修道院にあるザザパナスケルテルツチシビリのフレスコが、ザザはギオルギ発生の支援のもと、ジョージア王国内で、数多くの文化的プロジェクトに取り組んだ。ギオルギ発生の知性は、 15世紀ヨーロッパで最も大きな出来事であるコンスタンティノープルの陥落の時代と重なっている。1453年に東ローマ帝国が征服され、その後1461年にトレビゾンド帝国が征服された出来事は、ジョージア王国の隣国にオスマン帝国という新たな敵が出現したことを意味する。オスマン帝国はジョージア王国に対して、 軍事的脅威だけでなく商業的脅威をももたらした。コンスタンティノープルを経由する商業ルートが切断されたことでイタリア海事共和国という貿易相手国から隔絶されることになった。これによってジョージア王国には深刻な貧困化が発生し西ヨーロッパとの新しい貿易ルートを探すことを余儀なくされた。ジョージア王国ではギオルギ発生の知性化において 貴族の力はさらに増大した。この傾向は、バフタング4世の時代に始まっており、その後、永続的な混乱を引き起こした。海貴族であるアズナウリは大きな自治権を獲得し、王国への税金の支払いを拒否することすらあった。忠誠心の低い貴族は半ば独立した状態となり、領地に対する王国の管轄権を認めることを拒否し、 1462年には、サモカラコのバグラト港が王位を散脱する動きを支持した。サムズヘ公国の独立宣言と、事実上の独立した公国の領主という新しい貴族階級タバディの出現によって、ジョージア王国の分裂は最終局面を迎えた。そして、ギオルギ発生は、統一状態にあったジョージア王国における最後の王となった。 分裂が正式なものとなったのは1490年のことであった。一方、カヘテ王国でのギオルギー一世としての知性は一連の改革とそれに続く長期の安定を示した。カヘテ国王としてのギオルギー一世は貴族の力を減らし忠実な進化の地位を高めることで安定を図った。これはイメレティ王国やカルトリ王国で起こった混乱とは対照的であった。 この政策は、カヘティ王国に、平和の維持だけではなく、王国の人口増加にも寄与した。文化面では、クバルクバル2世との戦争中に、ジョージア王国へ避難したサムズヘの貴族ザザ、パナスケルテルツセシビリを保護した。ザザは、医学書、カバルディア人の執筆、ウチカルトリのムドゾブレティにある、南高ーカサス文化センターの設立、そして、金ツビシ修道院の修復を行った。 エルサレムでは、ベーナチョロカシビリを十字架修道院の修道院長に任命した。チョロカシビリは、聖地におけるジョージア人の影響力を拡大し、エルサレムの聖アコブ主教座聖堂から、フランスのカトリック教徒やアルメニアの聖教会を追い出した。バニ洞窟には、ジョージア王国分裂時代の文化遺産が残っている。王国分裂時の内戦の際、特に四百六十年代は、 サムツヘの両外へと多くの小貴族が亡命したが、その際に難民貴族の妻によって書かれた詩の彫刻が洞窟の小聖堂に残されている。イタリアのエマヌエーレ・ギッツァルディによる小説最後のパレオロゴスでは、東ローマ帝国の崩壊時のジョージアが舞台として描かれ、ギオルギ発生は主人公に敵対する主要人物の一人として登場している。 ただし史実とは異なり、イメレティコーであり、大井三脱者として言及されている。ギオルギ発生の生涯は、複数の資料の間で矛盾した記述があることで知られ、様々な説が唱えられている。中世ジョージアの君主の生涯に関する最大の資料である、ジョージア年代記では、ギオルギ発生に関しての在位期間、家族、そして年表に至るまで、大部分に混乱が見られる。 18世紀ジョージアの歴史家、バフシティバ・グラティオには、著者不明の伝記を参考に、ギオルギ発生の知性を短く10年としている。他方、19世紀フランスの東洋学者、マリー・フェリシテ・ブロッセは、ギオルギ発生の知性を24年としている。この24年は、父アレクサンドレイス世の大位からギオルギ発生の島での期間と一致している。 ギオルギ発生が署名した最古の直居場は、バフタング4世の死から1年に満たない1447年に遡るが、1449年の直居場には、特段の説明なく、ギオルギ発生の地勢が5年目であると記載されているため、ギオルギ発生は1444年に多いについていたとも推測できる。また、特段の説明はないが、 別の直居上では1454年がギオルギ八世の治世15年目であるとの言及もある。20世紀北アイルランドの歴史学者、W.E.D. アレンは、中世の資料に基づき、コンスタンティネ一世の息子で1408年から1412年まで、共同王となったギオルギ王子をジョージア年代記で王とみなしていることから、ギオルギ八世をギオルギ旧姓としている。 この説は、現代の歴史学者によって反白されている。アレンのこの説によると、ギオルギ8世はニーバフタング4世の後の1446年に即位したのではなく、弟のリミトリ3世の没後の1453年に退官したとされる。さらに、ギオルギ8世は、将来のコンスタンティネ2世の父となり、1471年にカヘテオとなり、 ディドエティのダビトの後を継ぎ、1492年まで統治した。ディドエティのダビトに関する存在は依然として、議論の対象となっているが、現代の歴史学者は、ディドエティのダビトに対して、王の称号を与えておらず、ギオルギ発生との親族関係も肯定していない。同じ資料によると、ダビト発生は1469年に崩御したと記載されている。ジョージア年代記では、 カヘティ王国の王として、明確に、ギオルギの後継として、バフタングの名を記している。マリー・フェリシテ・ブロシセはこのバフタングについて、イメレティ王バグラト3世の弟で、16世紀、初頭にバグラト3世と対立したバフタング王子であると特定しているが、カヘティ王国の関連については不明となっている。ありがとうございます。